デイビーソン軍はアメリカ合衆国のサウスダコタ州にある軍。2000年時点の人口は18,741人で、軍庁所在地はミッチェル。この軍は隣接するハンソン軍とミッチェルショート試験を形成している。アメリカ合衆国国勢調査局によると、この軍は総面積1,131平方キロメートルである。このうち1,128平方キロメートルが陸地で、 3平方キロメートルが川や湖などの水地域である。総面積のうちの0.31%が水地域となっている。この群は下記の12群区からなる。2000年国勢調査時の群の人口ピラミッド2000年の国勢調査によると、デイビソン群には18,741人、7,585世帯及び4,770家族が暮らしている。 人口密度は17平方キロメートルで、7平方キロメートルの平均的な密度に8093件の住居が立っている。この軍の人種の構成は、白人96.23%、黒人0.27%、先住民1.98%、アジア系0.43%、太平洋諸島系0.02%、 その他の人種0.30%及び混血0.77%で0.69%の人々がヒスパニックまたはラテン系である。軍の住民の50.8%がドイツ系10.1%がノルウェー系5.5%がアイルランド系5 4がアメリカ系移民の子孫である。 デイビソン郡に住む7585世帯のうち31.10%は18歳未満の子供と暮らしており51.40%は夫婦で生活している8.20%は未婚の女性が接待種であり37.10%は家族以外の住人と同居している30.80%は独居で 全世帯の13.40%は65歳以上の独居老人世帯である。1世帯あたりの平均人数は2.38人であり、家庭の場合は3.00人である。軍の住民はーセントが十八歳未満の子供で十八歳以上十四歳以下がセント、二十五歳以上十四歳以下がーセント。 45歳以上64歳以下が20.40%および65歳以上が16.20%となっている。平均年齢は36歳である。女性100人に対して男性は94.10に見て、18歳以上の女性100人に対しては男性は91.80に似る。軍の世帯ごとの平均収入は33,476米ドルで、 家族ごとでは44,357ベイドルである。男性の3万8 2 5ベイドルに対して女性は29,40ベイドルの平均的な収入がある。この群の一人あたりの収入は17,879ベイドルである。総人口の11.50%、家族の8.20%は貧困線以下である。 18歳未満の子供の11.30%よび65歳以上の10.40%は貧困線以下の生活を送っている。ありがとうございます。